はい。今回はこちら。冬に使うダウンジャケットなんですけど、こちらをね、防水加工をしてみたいと思います。ということで、こちらですね。ダイソー、まあ、セリア等で100均で売ってる防水スプレー。これをね、使ってね、こちらのダウンジャケットを撥水、防水処理をするっていう感じになります。これがですね、なかなかいい、コスパ最強な防水スプレー。 っていう感じで今回ね、やってみたいと思います。と。っていう感じでやっぱり、今これ、こんな感じ。ということで今回はこちらの防水スプレー。まあね、100均とかで売ってる防水スプレーになるんですけど、ちょうどこの上着1枚分でね、ちょうどこの 一本、使い切れる、ちょうどいい量で、まあ、おすすめできる。で、しかもお値打ちで、協力、防水、加工ができるということで、こちらをね、紹介していきたいと思います。 とということで今回ね買った100均で買った防水スプレーなんですけどこちらになるんですよ防水スプレーウォータープルーフスプレーなんですけどここにね「フッ素」って書いてあるんですよで防水スプレーには2種類種類があってフッ素系と、まあ、シリコン系の2種類があってそれのね違いを今回紹介していきたいと思いますちなみに まあ今回やるね、ダウンジャケットにはまあフッ素でもシリコーンでもいいんですけど、まあ、高級なゴアテックスとかは絶対にフッ素系がおすすめです。ということでね、文字で詳しくフッ素とシリコンの違いをね、紹介していきたいと思います。 はい。ということで、今からですね。まあ、通常のこのダウンジャケットなんですけど、まあ、とりあえずね、防水処理されてないので、やっぱり雨とか濡れると染み込んじゃう。で、ダウンの方に、まあ、水滴が流れてっちゃって、まあ、寒く感じるっていうことなんで、まあ、実際こちらのね、表面を水をかけて、まあ、実際ね、まだ防水加工する前の段階で、 ま、とりあえずこんな感じで水を用意しました。で、実際かけてみてやっぱりね、どうなるかっていう前と、まあ加工した後の違いをね、まあ今から動画で紹介していきたいと思うので、まあとりあえずこのね、水をこうかけますと。っていう感じでやっぱり防水加工前はこういう感じで中に染み込んでっちゃう。 っていう感じなんですよ多分これね違うとこかけても最初はじくように見えるんですけど中にじわーってこうね染み込んでって、まあ、表面の下にある段まあ毛ですね毛の方にこう染み込んでっちゃうっていう感じなので、まあ、今これはね水をこう試しにかけてみて防水加工する前の段階になります。 これで全体的に多分同じ素材なので、まあ、全体的にどこにかけても水は染み込むっていう感じなので、まあ、とりあえずね、防水加工する前はこんな感じにめちゃくちゃ染み込みます。はい、ということでね、とりあえずこちら防水スプレー、こちらをね、今から処理したいと思います。 まあね、こういう缶スプレー系は外でやるっていうのが大前提なんで、まあ、野外でやる感じで。で、スプレーする前に中身のね、この、こういう感じで振ってもらって拡散してもらって、あとは拭くっていう感じです。まあ、全体的にこう、ちょっと離しながら、こういう感じでちょっと湿気が出る感じ。まあ、これでね、コーティングされてるっていうような感じになるので、まあ、全体的にこういう感じで、 プレーします。で、時々こう振ってもらってね。 まんべんなく振る感じでやりますっていう感じですねはいということでね今こちら防水スプレーフッ素こちらをね全体的に スプレーしたので、ま、ある程度時間かけて乾かして、で、まあね、この後、実際どれくらい弾くかっていうのをね、チェックしていきたいと思います。ということで、こちら、100均で買った防水スプレー、効果はいかほどに。はい、ということでね、とりあえず今、野外で防水スプレー処理加工した後になります。 で、とりあえずね、全体的にこう、スプレーした感じ、乾いてきたので、今から、早速ね、どれぐらい防水処理、撥水するかっていうのを試してみたいと思います。まあ、防水処理する前、ここ、ちょうどね、ここに水をかけたら、めちゃくちゃ染み込んでったっていう感じだったんですけど、まあね、今、防水加工終わったと。ということで、また同じような感じでコップにね、 水入れてきました。こちらをこうかけて、どれぐらい撥水防水できてるか、百均の防水スプレーに効果あるのか、っていうのをね、今から検証してみたいと思います。ということで、ここね、まあ、全体的に防水スプレーした後なんですけど、まあ、同じ箇所でね、やった方がわかりやすいと思うので、同じ箇所を今からね、かけてみたいと思います。 ということで、とりあえず、ちょっと怖いので、少なめにいきます。お多少ね、染み込むとこはあるんですけど、今、今このね、ほら、めっちゃ弾く。ほら。ここら辺にね、加工する前めっちゃ全体的にじュわーってこう、中に入ってた。 水分がね、入ってた感じなんですけど、今これ、こんな感じで、これ見るとわかりやすいですよね。めちゃくちゃ弾いてて、水分が浮いてるっていう感じなんで、こう、雨とか降った時にパンってやったら、こう、落ちるっていう感じになるんで、まあこのね、防水スプレーの効果、めちゃくちゃあります。ということで今流しながらめちゃくちゃ床濡れてるんですけど、これぐらい水をね、 はじいちゃうっていう感じです。はい。ということで、100均の防水スプレー効果ありました。まあね、多少ちょっとね、スプレーかかってないとこは染み込んじゃってるんですけど、こう、ちゃんとかけたとこは弾くっていう感じの検証になりました。はい、ということで、今回はこちら、100均で買ったウォータープルーフスプレー、まあ防水スプレー、フッ素をやってみたんですけど、 めちゃくちゃ弾くようになりました。もともとね、このダウン表面加工も何もしてない状態なんですけど、まあこのね、防水スプレーをかけることで、めちゃくちゃ撥水するようになったっていう感じになりました。まあとりあえずこのね、70ml、まあ1本でちょうどまあ上着1本分裏表できるかなっていう感じなので、まあ上下、まあ上着と、まあ ズボンの方ですね。あるとしたら、万2本ぐらい用意してもらって、やると、まあ、ね、多少の雨でも弾くし、まあ、僕の場合だと釣りをするので、釣りの際にダウンジャケット着て釣りする際、あ、急に雨降ってきたっていう時にね、重宝する感じになると思います。ということで、今回はこちら、100均で買った防水スプレーど、どれぐらい効果が出るかっていう検証になりました。 これね、マジでおすすめできるんで、皆さんもちょっと気になったらお試しください。